お肉を上手に焼いて美味しく食べようという肉焼き総研が5月22日新たに発足しました。肉焼き総研は東京農業大学農学部鈴木敏郎教授の提案で発足したもので、料理研究家浜内千波さん、管理栄養士赤堀博美さん、学術博士佐藤秀美さんなどがスタッフとして加わっています。発足式のこの日、タレントの寺門ジモンさんがゲストとして招かれ、肉の焼き方、うんちくを披露しました。この日披露されたジモン流焼肉法とは、フライパンに浮かぶ油をきめ細かく拭き取り、肉の酸味を抑えるという方法。先生方もなるほどとうなずいていました。そんなお話をしながらも雑味をしっかりと拭き取って、そして今帰りました。わー、いい。この返すタイミングはジモンさん何ですか？肉が返せと言いました。言いました難しいな。僕はね、食材の声を聞くんです。いかがですか？うまい。ジモンさんは肉大好き人間で、肉を食べるために世界中を旅しています。肉焼きセミナーで佐藤先生は、肉焼きのポイントの一つはタレ、いかに上手にタレを使うかで大きな差、違いが出てきますと説明。タレを使った焼き方と素焼きを実践、食べ比べをしました。肉焼き総研は、焼肉を大いに食べ、焼肉に秘められた美味しさ、楽しさ、健康を啓蒙する目的でスタートしています。肉焼き総研の所長鈴木先生にお聞きしました。肉本来のその一番美味しさを出すのは多分焼くということ、美味しい焼き方、そういうものを、ご家庭に発信していきたい。2つ目の目的としては、今まで持っていた肉のちょっとネガティブのイメージを変えて、より皆様が元気に健康になられるような、そういう活動をしていきたいと。ファミリークッキングスクールを主催している浜内先生にお聞きしました。家庭料理全般を研究しております。60歳以上の高齢者は低栄養、特に低タンパク質なんですね。お野菜は食べるけれども、お肉の量が、タンパク質が少ないと言われているんですね。老人こそやはりしっかりとお肉を取らなければいけない。体はすべてタンパク質でできているわけですから、しっかりと取っていかないとどんどん小さくなっていきますよね。はい、まあ、事務局の方でいろいろお声掛けしている中で、まあ、初めてのなんていうんですかね、ご協力、この活動に関してご協力というのが言われます。ですから他の今後ですね、食肉団体でありメーカーであり、もしこの賛同にこだわりに賛同していただけるんであれば、ぜひぜひお話し合いの上でですね、一緒にやっていきたいというふうに思っています。肉焼き総研では今後、肉焼きに対する消費者動向調査研究をはじめ、焼肉イベントなどを予定しており、ウェブサイトで情報を公開します。